はいえー、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。でこのチャンネルではですね私が一日一冊を目標にまあ本を読みましてその内容をこうやって動画にしてレビ,ューにしレビューしていくという内容になっています。で主に多いのはまあビジネス書とかですね、まあ、あと少し心理学の本とか。 えーまあと最近では、えー、と資産経済とかですね投資とか、まあ、そういったお金についての勉強もあの自分自身始めてますので、まあ、そういった本についてもレビューをしていますであのもし興味のある方はですね、えー、とチャンネルの、えー、と再生リストが作ってありますので、まあ、そちらからご覧いただければなというふうに思いますでまあよろしければチャンネル登録していただいても、えー、いただけると嬉しいですし、あのーまあ、もただもともとはですね自分の,あのこう読書の こう習慣化のためにまあ作っているものですのでまああのたまに来て見ていただける方がいればそれもいいかなというふうに思います。でえっと今日ご紹介するのはえっと大学生物学の教科書ということでえっとこれは実は昨日もご紹介をしているんですけれどもまあアメリカの、えー、大学ですね M I T でまあ一般教養課程として勉強されている内容をまあ翻訳したものです。でえっとまあ元々はライフっていうまあアメリカの生物学の教科書を がその原本なんですけれどもその中から、えー、細胞生物学分子遺伝学分子生物学っていう3つの分野を抽出したとでそれぞれ1巻2巻3巻という形で、えー、日本語になってまして、えー、とこれはそのうちの2巻ですねで昨日は細胞生物学についてご紹介をしたので、えー、今回はその後に続く、まあ、分子遺伝学と。 いいいうとところをご紹介したいなと思いますで対象者はまあ,あのよりレベルの高いことを勉強したい高校生とか、まあ、大学で専門としてまあ、医学生物学を勉強している人また社会人としてまあえー、バイオテクノロジーに興味はあるんだけれどもえー まあ本格的に学んだことがないっていう、まあ、そういった人というふうに書かれてますんであの、まあ社会人が読んでもきっちりあの理解しながら読めば読める内容になっています。でちなみにちょっと私は生物学のバックグラウンドが少しあるので、まあ、そういう意味ではあの、まあ、まあ、あののま全く勉強してないというわけじゃないという状態で読んでます。でえっ、ー、とこれはまああの 今ご紹介しましまたけれども分子遺伝学という分野についての教科書になってまして、えー、と昨日ご紹介している細胞生物学というのは、まあ、どちらかというとその、まあ、生物を形成する最小単位である細胞というものについて、えーまあそのえー、と構造とかです、ね、機能について説明をしているんですけれどもその今日ご紹介するのは、まあ、遺伝ということで、まあ、もう少し、えー、踏み込んだ内容、まあ、ミクロなスケールですし踏み込んだ内容になっているかなというふうに思います。 でえーと章まあ、この本の中でいうと6章というふうになっているんですけれども、まあ、それはあの1巻の方で1章から5章がありますので6章から始まっていますなのでちょっとそれに合わせて6章から紹介しますけれども6章から11章までありまして、えー、染色体細胞周期および細胞分裂遺伝学 DNA と遺伝におけるその役割 DNA からタンパク質遺伝子型から表現型までウイルスと原核生物の遺伝学真核生物のゲノムと遺伝子発現という内容になっています。でちょっとあのバーっと言ったので 分かりにくかったかもしれません。けれども、まあ、ざっくり内容をご説明するとですね。まあ、そのえっと遺伝っていうものが、えっとまあ、どのようにして起こっているか。か

遺伝の方法に法則性はあるんですけども、まあ、例えば人とニワトリではそれが違うとかメダカでは違うとか、まあ、そういったあの遺伝の方がいくつかあるよっていう紹介であったりとかあとはそのまあ遺伝情報である DNA っていうのがどのように保存されていてどのようにそれが翻訳されているかまたそこからタンパク質、まあ、アミノ酸なんですけどもアミノ酸が指定されて、まあ、指定されてっていうとちょっと専門の専門。 じゃ専門なんですけども、うん、とその DNA の情報からどのようにして我々の体の構成単位であるタンパク質ができているかでそのタンパク質というのはアミノ酸からできてますので、えーまあ、DNA からどのようにしてアミノ酸の情報に変換されてるか、まあ、そういったところの内容ですねになってます。 はいでもこれでもちょっと十分あの全くあの勉強されてない方にしてみればちょっと複雑な内容ではあると思うんですけども結構中身がですね絵が多くて例えばこれ、えー、と DNA の二重らせん構造っていう、まあ、構造を説明したものなんですけどもあの一般に DNA は二重らせん構造を持つっていうふうに言われてるんですけどもそれをさらにこうもっと ミクロに見ていくとですね、えー、とそのヒストンというものに DNA の糸が巻きついていてとか、あのー、要はその遺伝情報がどのようにして細胞一つ一つにこうギュッと収まってるかっていうのが、まあ、説明されてる図です。これ結構分かりやすいし、まあ、よく出てくる図なんですけども、えーまあ、そういう図とかですね 図を別にパラパラこう紹介してもしょうがないんですけどもあの、まあ、とにかく図が多いですあでこれさまたさっき言った DNA の二重らせん構造がもう少しあの具体的な図で書いてあるんですけどもあの、まあ、あの最初に言いましたけれどももともと MIT で読まれている教科書なので、えー、と内容としてはあのすごくきっちり書いてありますで場合によっては私まあ専門としては化学化学なんですけども例えばこういう化学構造式が出てきて、えー、アデニングア,、えー、グアニンチミンシトシンかなちょっと C と G が見 見にくいですけどとかまあその AGCT d a とかですねまあそういったものの構造があったり水素結合がどのようにできているかとかですねでまあ、あの二重螺旋っていうのはもちろんそのここの、えー、とベースの骨格の、えー、ま疎、あ、水的浸水的相互作用もあってこう螺旋巻いてるんですけどもまあそういったことも詳しく説明されてます。 でなので、あのまあ、全くサイエンスのバックグラウンドがないとですね。少しまあ難しい内容に入ってきてるかなっていうのがこの2巻の印象なんですけれども、例えばまあ科学とか、えー、まあ高校の時に生物取ってました。みたいな人はまあ読んでも面白いかなというふうに思います。はいで、今日は以上ですで、ちょっとあの1巻をご紹介した時に言いました。けれども、この後3巻4巻も続きますので、まあ、興味のない方はまあ飛ばしていただいて、他の動画を見ていただければ嬉しいなというふうに思います。はい、今日は以上です。